れたわね。少ししか留守にしてなかったのに、すごく懐かしい気がするわ。じゃあ教会を目指しましょう。きっと詳しい話を聞けるはずよ。私たち入れてもらえないよね。お姉ちゃんは指名手配されたままだし。正面から入っていく必要はないわ。隠し通路があるんだから、そこから入っていけば見つからないわ。隠し通路？そんなのあったの？私初耳なんだけど。あら、言ってなかったかしら。面白そうだったから作っておいたのよ。面白そうって。本当に入れた。今度使ってみようかな。見つかるのは時間の問題だから、できるだけ多くの情報を集めるわよ。書類でも何でも、とにかく片っ端から。誰だか知らないが、ここは立ち入り禁止だぞ。しまった、もう見つかったの。お前は、そうか、仕留め損なったか。あいつらしくない。誰よあんた。ただの教会の職員だ。それ以上でもそれ以下でもない。なーにがそれ以上でもそれ以下でもないよ。そういう人に限って怪しさプンプンなのよ。ここは元は私の教会よ。そうか、そういえばそうだったな。あなた、まさか私を覚えているの？ああ、覚えているさ。ラステーションの女神、ブラックハート、その妹よ。まさか、こんなところで私たちを覚えている人に会うなんてね。単刀直入に聞くわ。他国を攻め込むっていう話は本当？お前がこの国の女神だったのは過去のことだ。国政を教える義理はない。そう答えるってことは、やっぱり攻め込む気なのね。何が狙いかわからないけど、戦争なんてバカなことはすぐにやめなさい。戦争なんて始めたら国民がどれだけ傷つくかわからないの？攻め込んだ国もラステーションも犠牲者を生み出すだけよ。そんなことは私たちには関係ない。これは私たちが望んだ戦争なのだ。まさかこの人ってもしかして知ってるの？多分だけど、だいぶ前に壊滅したっていう傭兵組織だと思うの。傭兵組織？戦争を煽って武器や自分たちを売ったりしているっていう戦争屋よ。なるほど、思い出したわ。でもあの組織はかなり昔に壊滅したはず。確かに組織は壊滅したさ。だが生き延びた者たちが集まり、新たな組織を作り出した。そしてずっと水面下に潜み、私たちを必要としてくれる戦争を起こさせるチャンスを待っていたんだ。なるほど、それで教会を乗っ取ったってことね。そうだ、戦争を起こすにはこの国の中枢を乗っ取った方が早いからな。幸いこの国のゴールドサードが国政には無関心で、教会に一任してくれているおかげで、組織としてはこれは戦争を起こすまたとないチャンスなんだよ。まさかこんな奴らにつけ込まれるなんて。ラステーションはあなたたちが戦争するための道具じゃないのよ。知ったことか。戦争さえ起こればそれでいいのだからな。どうしても止めるつもりはないのね。だったら力ずくでも止めさせてもらうわ。ふん、頭の弱い奴ら。お前たち今敵の中枢にいるのだぞ。えいへい、えいへい、侵入者だ、即刻捕らえよ。さあどうする。貴様らが傷つけたくないと言っていた兵士を傷つけてまで私を倒すか？引くわよユニ。いいのお姉ちゃん。仕方ないわよ、ここで戦闘なんかしたら教会への被害が大きくなるわ。わかった。賢明な判断だ。覚えておきなさい、あなたの企みは私たちが必ず潰してあげるから。楽しみにしている。兵士たちは負けたわね。やっぱり地元だと抜け道も知ってるから逃げるのは楽ね。お姉ちゃん、これからどうするの？あいつの野望をどうやって止めるつもり？あいつからラステーションを取り戻すのはすぐには無理だと思う。私たちにできることといえば、兵器として利用されないようにあの新種のモンスターを倒すことね。直接乗り込んで叩いちゃダメなのかな？今回のことで警備も厳しくなってるわ。あいつとの直接対決はほぼ不可能ね。やっぱり
りそうだよね。モンスター退治か。大変そうだけど頑張らなきゃね。え、早速ギルドでクエストを確認してみましょう。違ったとしても構わないわ。町の人が困ってることには変わりないんだから。ノワールさん、ケースじゃない。どうしてここにいるのよ。ノワールさんこそ捕まってたはずじゃなかったんですか。うん、それはお姉ちゃん。この人は。あ、そうよね。先に紹介よね。ケーサー、この子はユニ、私の妹よ。妹さんですか。ユニ、この人は傾斜。傷ついた私を助けてくれた人で、私のお友達よ。お姉ちゃんのお友達。どうしてそこで驚くのよ。何よ、悪い。私にお友達がいたら悪いの。ああ、ごめんお姉ちゃん、別に悪いわけじゃないよ。ただいつもネプテューヌさんのリアクションを見てたから。はじめまして、ユニです。お姉ちゃんを助けてくれてありがとうございます。 いえ、大したことはしてませんから。それでケイシャ、どうしてラステーションに。私、ノワールさんのことが心配で、ここに来れば何かわかるかもしれない、そう思って来たんです。なるほど。おとなしそうに見えてケイシャって行動力あるのね。褒めても、お弁当くらいしか出ませんよ。出るの？お弁当。いつノワールさんと再会してもいいように、いつも持ち歩いてるんです。あれ、この人はもしかしてちょっと重い人。用意がいいというか、なんというかそういうことならありがたくいただこうかしら。お姉ちゃん、そろそろ。分かってる。ケイさん、私たちこれから出かけるの。戻ってきたら一緒に食べましょう。あ、待って。よかったら私もノワールさんたちと一緒にいてもいいですか。ダメよ。私たちと行動していたらどうしても危険がつきまとうわ。それでも私はノワールさんのお役に立ちたいんです。私、戦うことはできないけど、情報くらいなら集められると思うんです。足は引っ張りません。お願いします、ノワールさん。どうしてそこまで。お友達のために何かしたいって、それだけじゃダメなんですか。これは言っても聞かなそうね。危ないと思ったら絶対に逃げること、これ以上ダメと私が言ったら引き下がること、この2つが守れるなら一緒に来てもいいわ。あなたも物好きね。友達ってだけでこんな危険なことに首を突っ込むなんて。ごめんなさい。謝らなくてもいいわ。ユニ、勝手に決めちゃったけど、それでいいかしら。お姉ちゃんがいいなら私は何も言わないわ。それに私たちじゃ情報も集めづらいし、一人そういう人がいると助かると思うの。ありがとうユニ。じゃあ私たちはモンスター退治に行くから、傾斜は情報収集をお願い。はい、任せてください。じゃあ行動開始。聞いたか？この町にもとうとう現れたんだってよ、秘密結社アフィマックスが。てかお前、なんで秘密結社なのに
名前とか存在とか知ってんだよ。 N チャンネルじゃ有名だぞ。なんでも異次元から来たと自称するネプタイターとかいうやつが教えてくれたんだ。この昨夜教会で起こった盗難騒ぎも秘密結社が絡んでいるっていう噂だ。教会で盗難騒ぎね。まったく警備くらいしっかりしなさいよね。あ、何これ、今空から落ちてきたような。で、これ確か教会の地下の部屋に保管されてたアンティークの電源ケーブルに似ているような。盗んだんじゃないわよね。違うでござる。拙者、決して泥棒などやっていないでござる。これはそう、盗んだから取り返したものでござる。取り返した？あんたが？うさんくさ。拙者、貴族のジロキチと申すでござる。変な語尾。その、ああ、そういうこと。まあいいわ、これはあんたに返してあげる。その代わりちゃんと教会に返すのよ。片付けないでござる。それじゃあね、自称正義の義賊ジロ吉さん。喉渇いたわね。ちょっと飲み物でも買って帰ろうかしら。この間の忍者？お主はいつぞやの。どうして拙者に気づけたのでござるか。言ってる意味わかんないんだけど。そんな見た目で立ち読みしてるんじゃ気づかない方が難しいわよ。気づかないことの方が難しい、そんなことが。名前を教えてくれないでござるか。別にいいけど、ユニよ。ユニ殿でござるか。可愛らしくて、いい名前でござるか。褒めても何も出ないわよ。けど、悪い気はしないわね。ありがとう。ところで、ユニ殿はどうしてここにいるでござるか。喉が渇いたからちょっと飲み物をね。そういうあんたは何を飲んでるのよ。それは、しまったでござる。相手は年頃の女子。流亡を立ち止めしているなどと知られれば軽蔑間違いなしでござる。拙者は特に何も、ただ暇つぶしに立ち止めしに来ただけで。いいから、後ろに隠してるのを見せなさいよ。何でもいいから後ろにある花の本堂を取り替えれば。つきあり、わあ、それは何、月刊バラ兄弟。今月の特集はわっしょい男だらけの男祭り、今年の福男は誰の手に。なんなのよこの本は。こっちの人だったの？しまったー。なんてほんとすり替えてしまったでござるか。これではユニ殿に軽蔑されてしまうでござる。けど、まあ趣味は人それぞれだし、別に私があんたの趣味にとやかく言うつもりはないわ。あれ？もしかして引いてないでござるか。知り合いにあんたと似た趣味の人がいるから少しは慣れてるだけ。けどそんな本を昼間から立ち読みするのはあまり関心はしないわよ。小さい子だって来るんだし、店員さんの邪魔にもなるから買って読みなさいよね。あ、いや、だからこれは。いけない、
もうお姉ちゃんとの待ち合わせの時間じゃない。それじゃあまたね、バラ忍者さん。バラ忍者さんって絶対誤解されたでござる。できてるのよね。
ターゲットはあいつね。よくっちゃいなさい。よし、私落としたい。見とれちゃっても知らないわよ。このターンで決めるわ。見とれちゃっても知らないわ。